中川先生の優しいビジネス研究。最近ですね、テレビメディアに対する風当たりが非常に厳しくなっています。というのはですね、例えば先日鬼滅の刃の映画版のテレビ放送があったんですけれども、まあ CM でめちゃくちゃ細切れだし、しかもいいシーンの後にそれを台無しにするような CM が挟まれてことで、もうこんなの辛いなという方が結構いらっしゃったりですとか、オリンピック中継だとかサッカー代表戦だとかも大切なシーンが見れなかったり、ダイジェストになってしまっていたりで、いやもうテレビ見ててひたすらフラストレーション溜まるよなという視聴者さんがどうも増えてしまっているらしいと。まあ以前から囁かれていたんですけども、そうネットフリやダゾーンは非常に元気ですね。また YouTube も絶好調であります。そんな中でもテレビってオワコンなんだろうかどうか、この点につきまして、そうですね、今日は一つバリュープロポジションキャンバスという手法の、この手法を紹介するとともに、この手法を使って分析していきたいと思います。まずはちゃんとお客さんを見てみましょうよ。一体お客さんは今日映像コンテンツ、映像配信媒体にどのようなものを求めているのかといえば、お客さんとしてはもうこんな時代ですよね。人々のライフスタイルが全く違っていますから、そんな中で言うとお客さんとしてはもう好きな時間にとにかくリラックスしてみたいなと、仕事も忙しいしプライベートも忙しい中で言うとリラックスしたい時に見ているものなんだ。そういう時に好きな番組をもうただただぼんやり眺めて、ああ楽しいなと、このようなものが今日の映像視聴スタイルになっているわけです。これをですね、まあ、バリュープロポジションキャンバスという手法の中では、嬉しいことと嫌なことをゲインとペインに分解するわけなんですね。そう、この現代人としては映像コンテンツを見るときにどういうことが嬉しいのかといえば、それはもちろん自分の好みに合って楽しい番組が見れるということですよね。またその視聴スタイルもお友達とあるいは家族と会話をしながら見る、ネットでポチポチ打ちながら見る自由な視聴スタイルが許されてほしいなというふうに思っているわけですね。一方、どういう視聴は嫌なのか、映像コンテンツを見るときに嫌なこととしては、そう、決まった時間にそこにいなきゃいけないということ、仕事もプライベートの都合もある中で、毎週コンスタントにそこにいるということは非常に難しくなっています。また、頻繁に CM が挟まれてしまって、今日がそがれるというのも嫌なことだと。また、特定の場所から特定の方向を向く、まあ、これ何を意味しているかといえば、どうしてもこう大画面のテレビみたいなもので見るときってもうそこに据え置きになってしまうわけですし、なので寝っ転がっていては見づらかったりですとか、自由な姿勢で見ることができない、特定の場所から特定の方向を見ないと見れないっていうのは面倒くさいなと思うようになってるわけです。寝っ転がりながら見たい、ソファーでくつろぎながら見たい、あるときはキリッと座席に座ってみたいと、そのような視聴姿勢の多様さがあるわけです。このように分解してみた嬉しいこと嫌なことに対応するようにプロダクトサービスをデザインしなきゃいけないわけじゃないですか。だとしたら今日的な映像事業ってどうあるべきなのか。まずはもちろんお客さんの喜びをきちんと届けることですから、嬉しいことをきちんと作らないといけませんから、だとすると一番やんなきゃいけないのは番組をとにかく楽しくするということですね。難しく考えるでなく楽しい番組だなという番組にするということが第一。そして第2には自由な視聴スタイルを許す。ツイッターでつぶやくもよし、家族と会話をするもよし、どんな姿勢で見るもよし、視聴スタイルが自由に取れるような番組コンテンツの配信形態にすべきだろうと。一方、嫌なこと、お客さんにとって嫌なことを取り除くようにもサービスはデザインされるべきだと。そのような意味で言えば、自由な時間に放送してくれている、自由な姿勢で楽しむことができる、コマーシャルが入ってなくて番組に没入できる、イライラしない、そのような状態を作るというのが大切になってくるわけです。で、この嬉しいを作り出すことができ、嫌なことを取り除くようにして、製品サービスをデザインしていくべきだということになるわけなんですけども、そうすると、おのず形としては、もうオンデマンド、インターネットによるオンデマンドサービスであって、そして無料やサブスクであるべきであって、かつ、いろんな番組、自分の好みに合った番組が選択できるようなプラットフォーム型事業であるということ。まあ、アニメであればアニメ専門、スポーツであればスポーツ専門という形で、自分が今見たいものがそこに行けばたどり着くことができると、そのようなプラットフォーム型になっているということ。
このように考えていくと、じゃあこれらを満たしたサービスとしては、やっぱり YouTube や Netflix、DAZN といったようなものが今日ヒットするのも自然な流れだということになるわけです。以上がバリュープロポジションキャンバスという、どうですかね、最近、本当最近になって出てきたんですけれども、商品サービスをデザインするための手法として登場してきているものです。の基本的な使い方をパッと解説したというのが実は今回の裏テーマなんですけれども、今の順番ですね。お客さんから入りましょうと。まずはお客さんがどういう人なのかというのを適当にスパーッとざっくり書いた上で、それを嬉しいことと嫌なことに分解する、これがポイントですね。ついつい顧客ニーズを満たそうというと嬉しいことばっかり見がちなんだけども、何が嫌なことなのかをこれを明確にするっていうのがバリュープロポジションキャンバスのポイントなんです。そしてこれらが見えてきたら、じゃあ嬉しいを作るためにはこれがサービスとしてのメインなので、どういうふうに嬉しいを作るのか、一方嫌なこととしてはどういうのが嫌なことなので何を取り除けばいいのか、そうして製品サービスのあるべき形をデザインしていくわけです。ポイントはこの下の方のラインですね。嫌なことを取り除く、嫌なことって何なのかっていうのを見出して、嫌なことを取り除くことによって商品サービスの競争力を高められるというのがバリュープロポジションキャンバスです。というわけでバリュープロポジションキャンバス、ここまで話を聞いていただくと、なるほど使えるなぁと思っていただけたんじゃないかと思いますが、で話を戻しましょう。で結局のところテレビはオワコンなのかどうかですけれども、まあここまでの話を聞いてもらうと、 YouTube、Netflix、DAZN こういったサービスにはちょっとテレビは分が悪いなというのは事実だと思います。しかしです、オワコンっていうちょっとこの言葉の定義にこだわってもしょうがないんですけど、ちょっと言葉遊びかもしれないけど、ちょっとこのことはこだわってみましょう。オワコンって何なのかといえば、終わったコンテンツですよね。しかし今日、例えばフジテレビさんで言えば鬼滅の刃みたいな有料コンテンツを作る力はあるわけです。バラエティもまだまだ非常に面白い番組たくさんありますし、現場ではクリエイターさんたちがすっごく知恵を絞ってチームワークで面白い番組を作っている。このコンテンツを生み出す力は終わってはいないというふうに言えるかと思います。その意味では終わったコンテンツ、コンテンツが終わってるかというのはコンテンツとしては終わっちゃないんじゃないかとも言えるわけなんですけど、じゃあ何が終わってるのか、コンテンツではなくて配信形態が今日の消費者には合致していないんだと。テレビ放送事業という、テレビという媒体を通じた、このテレビというプラットフォームで決まった時間に決まった番組が流れるというのが、ある世代以上の人にはいいけど、それ以下の人にはもうそんな時代じゃないよねという時代を迎えてしまっているわけなんです。だとすればです、まだまだテレビ局、今日テレビ局と言われる存在というものも生存の方向性というのはもうある意味で、言っても私のみならず業界の人たちもみんな気がついちゃいるはずなんですけれども、そっちに向かって舵が切れるかどうかという局面に今差し掛かっているんではないかと思います。コンテンツの制作力はまだまだあるが、プラットフォームが現代の視聴者に合致していないのであれば、この制作能力が生きているうちに、自分たちの強みがまだまだしっかりあるうちに、早々に戦略転換ができるかどうか、そのような局面に差し掛かっているんじゃないかと思います。